いつもカメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はいい天気ですね。やっと今週休めたんですけれども、皆さんは体調の方いかがでしょうか。この春の時期一番好きなんですけれども、見てください、このクリスマスローズの花が綺麗に咲いてます。そしてですね、こちら私の大好きな花水仙がもうそろそろ終わりを迎えようとしてますね。オープニングでですね、ちょっとびっくりするようなことを書いてしまったんですけれども、大丈夫ですよ、命に関わるような事態ではないので大丈夫です。ようやくメダカシーズンスタートっていうところでですね、見てください、この水の中、先週水替えしたんですけれども、いい感じにメダカたちがですね糞をしてますね。これを今日も綺麗にしていきます。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは前回アップロードしました、メダカは今の時期が難しい、どうやって乗り切りますか、体力なし、寒暖差、餌再開ですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。まだ見てないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。暖かくなってきたと言ってもですね、今朝の9時過ぎなんですけれども、水温は10度をちょっと超えてるぐらいですね。ただメダカの状態を見ると全然元気そうに泳いでるんでですね、いい感じだと思います。後でお見せするんですけれども、先週調子が悪い陽気が一つあるというふうにお話ししてたんですけれども、あの陽気それ以降はですね、まあ 1,2 匹は落ちてましたけれども、大量死するようなことは起こってませんでしたので、やはり水替えしてよかったなと思います。先週も話してましたが、やはり水替えはですね、毎週少しずつでもいいんでやっといた方がやっぱ楽ですよね。これがですね、本当苔がいっぱい生えてしまってからやると大変なんですよね。だから少しずつでいいんで水替えはやっておきましょう。まだこの時点ではですね、私の体には異変は起きてません。メダカを眺めるぐらいだったらですね、全然大丈夫なんですよ。こうやってですね、メダカを眺めるっていうのがやっぱもう私の楽しみの一つですからね、これをちょっと取られてしまっては困ります。三色透明鱗ですね、やっぱ名前はなかなか難しいんですけれども、いい感じにですね色も出てきてるんじゃないかなと思います。そしてこちらのですね、サタンですね、最近私気づいたんですけど、サタンの尾びれが結構こうヒラヒラってなってますよね。こういう種類なんですかね。そしてこちらはあんまりいないんですけれども、去年最後に生まれたちびっ子たちですね、この子たちも元気にしてます。そしてこちらはニューブルースターダストですね。こちらはですね、まだちょっと選別とかできてないので、もうしばらくしたらですね選別して、いい個体を残していこうかなと思います。そしてこちらですね、超ビオトープの苔の状況なんですけれども、あれからまだいじれてません。ただなんかですね、下の方、苔の下の方の緑が出てきてるので、もしかしたらこのままいけるかもしれないですね。こちらはとてもいい感じです。上の方はですね、まあ枯れてしまってもしょうがないんで、これカットすればですね、新しい葉っぱがどんどん出てくるんじゃないかなというふうに期待してます。やはり苔の育成はですね、乾燥が一番の敵ですので、乾燥しないように密集して植えるっていうのがやっぱり基本なんでしょうね。こちらが先週言ってた調子悪い水槽なんですけれども、ご覧のようにメダカたちはですね、残されたメダカたちは今のところ調子は大丈夫そうです。この後水替えをですね開始しまして、この容器がもうほぼ終わり、残り4つかなでっていうところなんですけれども、もうすでにですね私の体に異変は出てきてます。分かられる方いらっしゃいますかね。私のこの両手少し赤くなってると思いますが、これですねもうかなり我慢してます。ジンマシンとか見るのが苦手な方はですね、もう映像を止めてください。症状がひどく出るのが肘から下なんですよ。両手なんですけれども、かなり痒くてですね、でジンマシンみたいなのが、発症してます。後でちょっとだけ見せるんですけれども、手の内側ですね、特にひどくてですね、でまあ手の先まで痒いんですよ。我慢してやってるから、もうなんか鳥肌みたいなのが立ってるでしょ。もうほんと痒いんです。これ
薬をつけてですね、あと飲み薬も服用すればだいたい1時間ぐらいで収まりはするんですが、先週に引き続き今週も同じ症状が出たんで、これはやっぱなんかおかしいなと思うんですよね。今はですね、アフレコしてるところなんですけれども、薬を飲んで30分ぐらい経つんで痒みは収まりましたが、まあこの映像の時以上にですね、皮膚の方はブツブツがなってですね、ボコボコなってる状態ですね。ちょっとそれはお見せすることはできません。メダカの餌やりとかではですね、この症状は出ないので、やっぱりこの水替えやってる時の動きですよね、それにまつわるものだと思います。まさかメダカアレルギーとかではないですよね。そんなんなったらもう最悪でしょ。まあ、それは冗談としてですね、また来週水替えやってみてですね、状況を見ながらちょっと多分また出ると思いますが、その時はですねちょっと病院でですね状態を見ていただいて、それからですねどうするかっていうのを考えたいと思います。こういうのが出るのは初めてなんでですね、ちょっと本当びっくりしてるんですけれども、多分なんかこう季節性のものだと思うんですけどね、あとは虫とかですね、その辺じゃないかなと思うんですが、ようやくですねメダカシーズンに入り、今からだっていうところでちょっとすいませんね、ちょっとテンションが下がるような内容で申し訳ございませんでした。まだはっきりとは言えませんが、メダカは今後もですね続けていきたいとは思っております。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。